テレポビズ。超党派の女性議員によるクォーター制実現に向けての勉強会が発足し、初会合が行われました。クォーター制とは、候補者や議席の一定数を女性に割り当てる制度で、地方選を含めると130の国と地域で導入されています。ジェンダーギャップが世界で120位と、もう男としてね、恥ずかしい限りだと思いました。で、やっぱりぜひこれをなくさなきゃいけない。で、特に、国会議員、この衆議院の場合は1割いないというんですがね、とんでもないと。僕は何としてもこの菅内閣の間に、クォーター制を導入して、やっぱり女性の国会議員をまずとりあえず3分の1ということに持っていかないと、これ世界に対して恥ずかしい。自由民主党の中の女性議員が増えれば、それだけまあジェンダー指数を改善することは明らかなんですけれども、まあ、そういうことではないと、やっぱり日本全体が意識改革をしていくということは、がとても大事だと思うので、さまざまな多様な大政党小政党それぞれの取り組みがあるかと思いますが、建設的な意見を出し合ってある種の結論が出せればと思っています。子育ての問題もそうだし、介護の問題もそうですし、それからさまざまな環境問題などですね、それが政治の一番大きな一種になってます。ですからこの会は、まあ、党派を超えてですね、党を背負ってくるというよりも、思いを同じくする方向を向きながらですね、自由に討議すると、でそれをいい形で、政治を変えていく、この日本の政界を変える起爆剤になるような、そんなですね、まあ、勉強会にできればいいなと思います。2018年には政党に男女均等の候補者擁立を促す候補者男女均等法が成立しましたが、罰則規定はなく、その後の参議院選挙で自民党が立てた女性候補は 15% でした。